TX ヤシオ駅ヤシオ市は埼玉県の南東部に位置する市。人口は約9万人。旧南埼玉郡、中川定地の中南部に位置し、全域が平坦な地形となっている。海抜は2メートル前後。堤防付近は5メートルほど。ヤシオ駅周辺を中心に市内5地区で区画整理事業が進行しており、宅地化が進んでいる。ヤシ市には、 蒸気の八丈用水や火災用水も含め水路が非常に多く存在している。これらは古くから農業用水として用いられてきた。小規模な水路については現在では暗渠化した上での道路化が進んでいる。このような暗渠状の道路は周辺の地面よりも低くなっている。人口は1995年以降ほぼ横ばいであったが2005年に 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線や潮駅が開業して以降急速に伸びつつある。一部事務組合協議会定数と人気定数21人期2017年9月28日から2021年9月27日議長と副議長会派の構成選挙区と定数選挙区東大9区。 定数、1人期2019年4月30日から2023年4月29日、選出議員八代オ生涯学習関係の校舎、八代市氏の財政状況は、平成24年度の決算によれば、歳入は302億2344万4千円、歳出は286億4507万3千円となっている。地方公共団体の財政の健全化に関する、 法律に定める指標のうち実質交際比比率は11.5%、将来負担比率は129.4%で、いずれも国の定める早期健全化基準、財政健全化基準を下回っている。歳入の主な項目の構成比は、地方税50%、国庫支出金15.6%、地方歳8.1%、諸収入7.7%、 県支出金4.8%、繰り越し金4.5%、地方交付税1.7%。歳出の主な項目の構成費は、義務的経費が合計48.7%、普通建設事業費16%、物件費13.6%、補助費等7.1%、繰出金9.6%などとなっている。 平成30年度の財政力指数は1.014である。地方交付税のうち普通交付税は平成17年度から22年度まで及び平成29年度から不交付団体になった。平均年齢40.9歳平成18年1月1日時点地域保健病院小学校流のみや小学校ちなみに1994年3月まで学校の名称は ヤシオ市立ツヤシオダ小学校という形で、上記の八条小学校から柳の宮小学校まで、順番に1から10の番号が振られていた。中学校こちらも1994年3月まで、学校の名称は、ヤシオ市立ツヤシオダ中学校という形で、上記の大原中学校から、塩止め中学校まで順番に2から5の番号が、振られていた。 ヤシオ中学校のみ現在と同じ名称だった。9代3中学校から9代5中学校までが合併前の三村の尊名が付けられている。高等学校草加警察署郵便番号は市内全域が340から 08XX で草加郵便局が集配している。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線のヤシオ駅が所在する。2001年。 鳩ヶ谷市に埼玉高速鉄道線が開業してから2005年のつくばエクスプレスの開業まで埼玉県下の市では唯一鉄道駅のない市であった。いずれも市内では八潮駅、北口バス停で乗降可能タクシーの営業区域は県南東部交通圏で春日部市、草加市、越谷市、久喜市などと同じエリアとなっている。 高速道路一般国道県道特に市内を南北に貫く産業道路の混雑は慢性的であり、松戸総火川流の宮橋付近の渋滞も相まって当該区間を走る路線バスの遅延が状態化している。また、欅通りと柳の宮橋、産業道路と桑袋大橋を結ぶ計画がある。2丁目の獅子舞。ありがとうございます。